そこも一個フォアだったらグッと落として、そこをダーンダーン同じ、ね、ここで当たるかここで当たるか、うん、それより前で当たるかの方が、じゃないと一回そう打点落としたらカウンターくらいでするから、うん、パンカーンカーンぐらい、カンカン、そうそうやったらもうこっちも回るしこっちも回るし、はい、やっぱ変に打点落とすと強いしな、そう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 、ほんで思ったんだ、こうバック側からフォア行くとき左足行くやん、うん、これするとクロスと か, なんかコース読みやすいから、もしこっちとかしてもらっていい、なんかこのスタンスでかいままの方がいいかもしれない、この閉じたら次何できるんですかって話になるから、もうパーンって打ちます、こっち来たらもうこのまま動く、でこのまま足突っ込んだらカウンター食らったら何もできるから、うん、なるべくもう一回右出して左を少し右足の真横に出すぐらいで、だから両ハンドいける。これがもし超えてしまったら、次に戻れる。うん、きつい。まあ、これも戻れるしは戻れるって言うんで。だから、まず、こうやって、そのときに、やっぱり、こう、ケツを出さずに、このまま、ガンと落として、次。これは、つなぎだと思ってこれかもしれない。あの、この勇気で、もうちょい強く、もうちょいまた強くですけど、もっと強くの、もっと強くで、決めない。はぁ、もうつないで、うん、そうなんです。それで、